今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は火曜日だったので体操遊びとエンジョイイングリッシュがありました。でエンジョイイングリッシュでは今あのオンとかインとかなんかそういう位置関係 の、 あの勉強をしてるんですけれども、前回もそのオンとかインとかの位置関係やって、英語の先生が覚えてるかなって言ってオンのポーズを取ったんですね。そしたら子供たちがヘリコプターって言ってて思わずクスッと笑ってしまいました。でそのタブレットも使ってあの行ってるんですけど、そのタブレットに段ボールと雲が書いてあって、で段ボールの上に雲が乗ってたらオン、で段ボールの中に入ってたらインみたいないうふうに学んでってるんですけれども、その時のその段ボールの下に雲があった時に子供たちがそれを見て、え、段ボールの下に雲が挟まっててかわいそうって言ってて、そのなんか心優しい一面も見られてあの嬉しくなりました。でエンジョイイングリッシュも体操遊びも楽しく元気に活動できて、今日一日楽しく過ごすことができて私も楽しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。